はい、どうもロシェルです。フワローです。シャドーバース2回戦、うん、俺はすごい懐かしいデッキにした。俺は久々のデッキ。あのね、うん、その久々が可能性によってはお前を苦しめることになる。マジか。俺超越ルシフェル選んできた。超越きたか。しかもルシフェルの方だからね。8ターン目まで逃げれば俺超越で逃げるから。あなたは優しく殺してあげます。マジか。逃げる気満々だからこのデッキ。カラボス対策もしっかりしてあるから。カラボスだよ。カラボスだよ。こっち対策されてんすけど俺。カラボス出ても1でしょ。だから細かいスペルが多い方ので来た。はい。ちょっとずつ殴っていけばお前は死ぬってこと分かってるからさ。ジェルバレッジ一掃できるぜ。一掃されちゃうんだよ。やめたら。もうそんなことしないです。僕優しいんで。むしろお前のデッキって最悪5体以上になるまで俺ずっと我慢してれば。神様の言葉だよ。痛い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 。あ、俺先行か。神様。お、進化しちゃう。見せて差し上げます。殴るだけだ。あのね、ちょっといい対策しない方がいいっぽい。入ってないもん。ある。でもワンチャン俺死ぬよ。ほら、やらかしたね。蹴散らしてやりましょう。見てください。高校だったらこれでもいけたけど、先行でこの手札は無理。嘘でしょ。久しぶりに射撃パンツデッキでも出すかな。あれか、あれ使わなくなったよな、めっきり。そういや見ないよね、弱すぎて。どうしよう、これでいいか。よし、これでいいか。どうしよう、遊ぼうかな今回。遊ぶのか。忍者デッキでも持ってこうかな。忍者めんどくせえな。あの忍者でも弱いからね、マジで弱すぎて。あれ困るんだけど、あのデッキ。多分正直な話よ、うん、俺が今持ってるデッキで一番弱いのはあれだから。マジか。あれマジで弱いから。ドラゴンは懐かしいな。元祖ドラゴンです。私の私は天空の覇者ダークドラグーン。退屈させてくれるなよ。本気用の最初のドラゴンです。コスト先行でこんだけ PP が回った時のドラゴンの強さってマジ狂気。そう、カードが。怖い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 。あ、PP、PP 低いですけどどうしますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。私強くならなきゃ。どんどん受けとこいつら。大丈夫ですか PP。やべえ。俺もう PP 7っすよ。使えるのやっとこれだよ。弱え。夜の目って弱え。ごめん。最低ちょっと4だったかな。休むね。マジで。マジで。
半分の差をつけられた。あーこれもやる。ドラゴンさん、え、まだこれなんで来たかわかんないや。俺もう PP10 なんだよ言って。バンビーちゃん登場。お、進化権使っちゃう。後悔しない。ケイト君もう大丈夫よ。ガブってしちゃう。石だな。少し休むね。よし行くか。当てた方。さあ問題です。これは何のデッキでしょう。PP10 の優しいドラゴンです。優しいかそれ。超優しい。たった86だよ。たった86だから。地の武闘で一発だから。ユウも撃っちゃいなよってやつだよ。目収録痛いわ。ひどいわ。そんなことする。これしかできないの本当に。枯れた世界に青き救いを。想像の魔力は破壊な。さて本気を見せようか。そろそろ全て現象へ帰る。痛い。痛くない。痛い。問題です。もし私の手にオリビエとフォルテがあった場合どうなるでしょう。死ぬ。フォルテ2枚あった場合はどうなるでしょう。虚しくたゆた。耐えたよジェネシス。耐えたよジェネシス。耐えちゃってんですよね。確実に死にますよジェネシスは殺さないと。石になっちゃえ。ってことはまさか。少し本気を出すでしょ。ファイナルアンサー。メルシアナ、出番よ。綺麗な光。まあなるほどね。我もまた現象に帰る。ああなるほどね。ああなるほどな。あ消えた。なるほどね。出たウロボロス。このデッキにおいてウロボロスほど凶悪なカードないから。エンハンスついてるから効力発揮しねえ。新たなる世界を求めて。うわ切ったこいつ。いやまだ何するか分かんないから俺。私を怒らせた。いや、まだ何で殺すか決めてないから。それで4でしょ。かつて私は。そしたらもうさ、うん、3じゃん。うん。3だったらじゃない。ユウちゃん手札に殺す。あ、いやいや、いないいないいない。喜びと喪失の恥。なんでそいつなんだよ、よりにもよって。パンパンあれ使えねえじゃねえかよ。こいつが仕方ねえだろうがよ。貴様の力を自害する。はい、手札これです。手札これです。だよねだよね。ひどかった。試合がひどかった。もう砲来たらもうそうなるよ。こっちの独断場だから。こっちも超重いからデッキが。やばい。金に物言わされきたから俺。金に物言わせた。金とルピーに物を言わせたから。あとレッドエーテル。あ、多分ね、このデッキ作るだけで5万ぐらい使うよ、エーテル。5万だって、レジェンドが30倍ぐらい入ってるもん。レジェンドゴールドで構成されてるようなデッキですよ。うん、だけだ、だって、基本レジェンド3積みだからね。そうなんでしょ。増やすやつ。増やす？やす？ピピ増やすやつ。あ、はいはいはい。ぐらいだよ、レジェンドじゃないのは。覚悟ね。今こそ私有を消しましょう。なんかみんなあれだよね。全部レジェンドと言っても過言ではないでしょう。あ、あと砲だよ。砲が3積みぐらいだよ。PP 上がれば最悪レジェンドでゴリ押すし、砲が来たら砲でゴリ押すしっていう。
PP さえ上がればどうにかなるデッキだからあれ。鈍いな。気づかないこのスリーブとリーダースキンで。トランプディフェンスだよこれ。トランプデュランダーだよ。なぜ私の羽が黒くなったの？これはね、あなたの性格が悪いからよ。押せ！お帰りなさいませ、ご主人様。いや、俺ドラゴン戦苦手なんさ。ロイヤルでドラゴンにしか勝ったことねえからさ。ちょっと聞いていい？甘く見ないで。こうなる。申し訳ありません。任せな。ご主人様。自爆する？自爆する。まあそれしかないよね。じゃあ俺何もしないわ。怖いやつ。インベリアルだろそれ。いや俺とそいつは二人で。マジか。多分そのデッキ絶対俺に勝てないやつ。ガメイー100の戦果を。なぜあと一旦モハナがこれで決めます。さあなんでだろうね。我が王にしはっ。そんなの決まってるじゃないか。次出すカードはもう決まっているからな。ガメインを殺すか殺さないかで出るカード変わるから。枯れた世界に青き救いを。カリバー雫が落ち大会と化す。太陽が落ちた。ちょっと何言ってるか分かんない。え？まあこのターンにやることはもうね決まってるんですよ。隊長ガウェインでそういうのが出たらこっちで行こうって決めてたんで。何が孤独出た。行くぞ。この時使い捨てなんでアルベール。フィニッシュは別で用意してあるんで。神々の遊戯を始めよう。もう瞬間剣使っちゃう？いやここはまだいいや。あ使わない。あファイナルアンサー、うん、ファイナルアンサー？いいんじゃね。おファイナルアンサーイエー。女王様はせっかちなんでね。いっぱい出てきた。覚悟はいいです。でまずゴーはさすがに危ないと思うんで。逆らう者には死ぬがいい。走らないと。悲しみを立ってアルベールを殺しておけばよかったものを。この一層に魂を落とす。ヌアッ。奇跡ってあるんだね世の中って。どっちで行こうか。よしこっちで行こう。私に任せな。女王様はせっかちなんでね。終わらせます。逆らう者には死ぬがいい。走らないと。これで だるい。どっち殺す？そっちで。普通に考えて。退却だ。フェニックスを引き手札に戻すと。さて仕事しますか。勝手にしてください。前例の一撃で答えよう。それに進化剣普通使わないよね。大丈夫。死んだら神様が待ってるよ。ちょっとマジで何してるのかちょっと意味わかりませんわそれは。
本来はダメージそいつに与えるべきだったんだよな。うん、そうだよね。そこは走らないと。その口、もらいます。で、馬王、一瞬で寝ると。ダメが舞い踊る。本当マジで乙姫はちょっと強すぎると思う。乙姫弱いって言うけど、実際そんなことねえかんな。使い方によっては全然違い。じみてるからね。フェニックスで死なないよ、一体しか。むしろ減らさない方がいいと思うよ俺は。だってフォロワー出ちゃうもん。絶対じゃあ。乙姫様に負けてはいけません。乙姫様に負けてはいけません。乙姫様に負けてはいけません。行くぞ、何が孤独。行くぞ、乙姫氏乙姫氏兵隊による殺害計画が今決行されようと。気づいた、デュランダル引けてない。もうバハムートぐらいしか救いがない。足りない。もっと狂気を。残念なことにいねえんだよ、すまん。頑張れ乙姫さえ殺す。支援隊4体を倒せればパフニーロー出すんだ。とりあえず死ぬ。流れるがごとくを倒すべし。必死だな向こう。そいつら4体の攻撃が耐えられる。乙姫様の前で駆け上がって、乙姫様の前で駆け上がって、乙姫様。攻撃力上がってもさ死ぬんだよね。17で強いんだけどさ。ようやるの100の戦果を。困ったね。痛みなど感じる。問題は俺が何のコストを下げたかだよね。足りない、もっと狂気を。4っすね。あ、死にましたね。太陽が落ちた。あー、これ死ぬね。太陽ひらめが舞い踊る。やだねー。乙姫様をお守りします。どうしようするなんて。さあ、これ全てを出さないとお前は死ぬぞ。さあ恐怖の戦法。俺とこいつは二人で一人。頑張れ、勝てるぞ。全てを倒せば勝てるぞ。だよ。これが俺の全てだ。マジで？マジで。一つ言っていい？すっげえじゃ切ないことするね最後に俺。ここが貴様の基地だ。戦場の。でこっちでボスっていう。反復しました。いやーマジで乙姫が指揮官ってずるいと思う。うん、これレオニアスと組み合わせわざと使わせた後にこれ出してやると4で44で殴りに行くからね。えぐいよなまた違うデッキです。どうでした、パンツ親衛隊デッキ。あれパンツ来ないよね。 あ違う、あれパンツ親衛隊じゃなくてあれだ、なんだっけあれ、パンツの黄昏デッキです。あれ黄昏か。あ違う、パンツ親衛隊修正版だ。修正か。こっち修正前のパンツ親衛隊持ってきました。うーん、無修正ってやつです。表現の仕方っていうね。発言かね。こっちジジババが3積みになってる方ですね。くだらない戦いだ。あのフィニッシャーがジジババです。フィニッシャーがジジババときた。レオニダス使ってデュランダルで守って47のジジイとババアが突進しまくるっていう。マジ気違いきだから恐ろしい。もうフォロワー出してもらいます早く。じゃあこれ出してあげます。ぴょんぴ
うーわー、お化け好き。キモいわ、そういうことしちゃうの。殴るわ、普通に殴るわ。正直な話言っていい？手札がシルバー以上しかない。シルバー以上。はい。あ、そのシルバーか。ぴょんぴょん跳ねて可愛いでしょ。じゃあ早速このターンから暴れるね。え、暴れる？もう暴れるわ。早くね。まだ4ターンだよ。恋が多い。100の喧嘩。そういうことか。100の喧嘩を。これで決めます。じゃあ指揮官の数だけ言っとくね。我が王に勝利を。3枚あります。多いね。はっ。そのうち2枚は守護です。1枚はゴールドです。1枚はゴールドです。そのため何が何でもガメインは殺さないと事故が発生します。そうだよね。太陽が落ちた。ゴールドってあるでしょ。うん、あいつだよね。あ、もしよでしょ。あいつしかいないよね、逆を言うと。うん、てかそいつしか入れないよね。いつよ。まあ正直言うとあのエミリアとか言った時期ありましたけど、あとなんだっけ、48の失踪の子とか、守護のとか入れてたけど、正直今いらないかなっていう。あー、水平線、あー、来た。あー、水平線、あー、来たーだから。うわー Ladies and gentlemen! 行くぞ、デュランジャー。めんどくさくないよ。心優しいデッキだから。心優しく血に飢えたデッキだから。血に飢えちゃダメだよ。貴様なんてことを。この剣はパーティーに招待なんですよ。なるほどね。あ、パーティーに招待してくれたの。はい、本当にありがとう。この剣を使うあなたの勝利と栄光を。どっちもなんやろう。お帰りなさいませ、ご主人様。覚悟はいいです。セラフフェザー行きます。次にじゃあ一つだけ助言しておくよ。強いモンスター出した時点で俺はとんでもないことするよ。次のターンなんか臭いぞ。少し前の俺の言ったことを思い出せばわかるよ。引き裂く。俺が腐ってる。腐ってる。腐ってた。未熟でした。あ。申し訳ない。それは良くないよ、そういうの。ご主人様。そういうの良くない。お帰りなさいませ。そういうの良くない。女王様はせっかちなんでね。本当このデッキうぜえわ。これが王道ロイヤルだから。これが王道だと思う。超王道でしょ。数で押してるんだよ。自分を強化なんかしねえ、数で押していく。それがロイヤルだ。魂を燃やす。炎は消えぬ。見事に外れましたよ。見事にされました。魂の揺りかけが。逆に言うけど、それでデスタイランドが出たところで俺もう何も怖くないんだけど。まったくなんだ。逆に何をしたいのか聞きたいぐらいなんだけど。来い、我が切り札、パンツめよ。この首を押す。来たいぜ、取られた。しかもこのパンツ死なないから。来ないでよ。死なないパンツの出来上がりだよ。このパンツ守られてるからデュランダルによって。逆に何をしたいんだいって俺聞きたいんだけど。これがパンツの力だ。さあ出たよ。怒られちゃうな。みんな死んだ。あたしに任せな。さあ、これが力に守られしパンツの力だ。えぐい、強すぎる。えぐいぞ。レオニダス強え、マジで。いいぞ、尋常。そいつ殺してこいしもんでも。強すぎる。最後のガキだ。勝負はここから。じゃあ宣言するよ。指揮官使わずに殺すわ。あ、違う、あれ進化使わずに勝つわ。
こちらから行くぞ。戦場の匂い素敵ですわ。さようなら。強すぎるこのロイヤル。ローラめんどくせえな。サンズミです。わあ。オーレリアサンズミです。アルベールサンズミです。やったやつだこいつ。ツバキサンズミです。バハムート喜んで殺してやるよ。使いまくった結果の歌で気だ。金に物を言わされっきだ。これこそ金っていうかルピーだけどね。ルピーというかエーテルね。あーエーテルか、うん、ルピーも結構使ったよ俺。回したランクマの BP 報酬ルピーのためだけにずっと困ってたから一時期。いやーひどかった。パンツ強えわ。レオニダス殺さなきゃいけないけど殺せないからね。とね。スペルじゃねえと殺せねえから。で殺したところでその次のターンに強化されて帰ってくるからまたレオニダスが。怖いよね。12だから3回殺さ殴らないと死なねえよ。ようやく私の出番みたいな。大丈夫。選択されないとか持たせるんでしょ。もう終わったよ。どうしろっつうの。大丈夫、守護で固めて必殺届かないようにするんでしょ、レオニダスに。そうすると攻撃力15になったらレオニダスが殴りに来るから。いやそれがまあ優しさに満ち溢れた俺のデッキだから。優しさか。あのね、俺ウィッチで始めたんだけどロイヤルが一番強いっていう。さーてパンツかぶりますか。超越かもしんねえ。まだ超越説あるから。だるいわラプンツェル。俺もうそれ何の出来だか分かったわ。すぐ分かったわ。一時流行ったやつです。ほんと一時すぎてビビるわ。負けましたね、これは。負けた。手札が悪いっす。俺に従え。ちょっと。あの今確実にあれですね、墓に片足突っ込んでますね。これがあなたの運。ラプンツェル殺せねえな。殺せねえだろう。足りねえなステータスが。行くわよ。円卓の騎士に我が達戦を。あなたの死が見える。そのねニュートラルデッキね、俺のウィッチに一番良くないかもしれない。一番良くない。あのね数出されるとスペルが足りない。見せて差し上げましょう。大丈夫、死んだら神様が待ってるよ。定め。神様待ってるかな。詰まってくれてるよ。どうあがいても死しか見えないんだけど。どうあがいても死しかないんだけど。俺今一体残したら進化したって突っ込むから。参りました。無理無理、この手札じゃ無理。一体ずつなら全然いけんねん、ドラゴンとかなら、うん、ニュートラルデッキ無理。マジで無理。ファイアチェーン単でか。6か。あの数ターンで6まで頑張った。でも、うん、あーじゃあこれ使ってみようかな。作っただけのデッキ。いやーロイヤルひどかったわ本当。隙がなさすぎる。うん。5ターン目以降が怖すぎる。本当ね。オーレリアは出てくる。アルベールは捨てるわ。速攻と突進は不税は。進化も普通に捨てるわね。進化権いらないかねオンデッキ。ロイヤルで組んなら言えよ。ね、俺もロイヤルにしたから。いや負けちゃうよ。俺の敵ってことでいいのかな。いやでも俺あれでランクも最近やってねえさ。
れでランク上げたら結構ひどいことになるぞ。あのね、割と普通に負けることがない。あのツイッターにさ、20何連勝した画像を上げたじゃん、うん、あれロイヤルだけだからねあのロイヤルだけで俺勝ち続けてたからだってあれニュートラルロイヤルバンプに勝ったからね、普通に。おー、多分ね、ニュートラルバンプ結構きついと思うよ。だって4以下進化さす、だってあれなんだっけ、弱体化される前ですら8じゃん、あれ進化殴れば、うん、4しか刺さらねえから4だけで、なんだかんだあれさ、イスラフィールとか入ってるじゃん、年持ったイスラフィールで一掃して回復して逃げるっていう今思うとマジでクソデッキだわ。自分でクソって言っちゃうか。クソだろう、シンプルに。だってやってて思うけど、殺すパターンが多すぎて考えてみ、ワンチャンクイックブレーダー1枚手札にキープしとけば、レオニアスが死んだらそれで終わるぜ、まあ、4ダメージだから。なぜ私の羽が黒くなったのそれはね、あなたが腹黒女だからよミサイル発射。戻れないのね。攻撃された。私あ、そういうことするの、うん、イン効果しない。乙姫親衛隊ではなく、ここは寒いな雪だるまの親衛隊5ダメージです、倒さないと。5ダメージ地味に痛いんだよねいやー、このデッキも楽しいデッキです。どうします、俺殴りますか。いや、鈍いな。そこら辺殴るってどこら辺だよ。目の前殴っとく。体が溶けちまう、体が溶けちまう。ちょっと宣言しようよ、今の時間稼ぎだよ、この雪だるま。あ、例えばキラキラのお星様、キラキラのお星様俺宣言したじゃん、時間稼ぎって。あんたは寒いの得意、寒いの得意、寒いの得意。あ、どうしたんですか、もう HP 並びましたよ。本当だ、倒さなきゃいけないのが2体いるからね、右に。やった、カストールにスコルピオだよ。速攻速攻フォロワー出せるよ。これが私のオーバーチュア。当たんない。あ、1体当たった。やった、1体生き延びた1体生き延びたよ。うーん、やっぱ進化して使った方が良かったかな。まあ今ちょっと冒険するとこだよね、どっちかと言ったら。よくターンが聞こえる。キラリー。あんたは寒いの得意、今ちょっと冒険したのかが謎だったよね。お星様よ、おいでませ。うわ、守りに来た、めんどくせえ。友人の領域ですよ。あ、そのまま俺殴った方がいいと思うよ、 HP 差があるから。ほんと言う通りにしたのが、進化して掴んでくる可能性もあるからな。おお、ちゃんと考えてた、うん、でもスコルピオじゃないんだ、使うの。これがあなたの運。そりゃ普通に考えてマーリンでしょ。円卓の騎士に我が作戦を、あなたの死が見える、はい、自殺させます。すべてはカストール出します。フォルクスを初めに歌おう。あんたは寒いの得意かい。バタンキュー。でも今カストール出せなかったんだけど、ね、キラリー。あんたが5体だったから順番間違えたわ。お星様よ、おいでませやったね。マジでこのデッキめんどくせえな。俺も正面から戦う気ないから、あとは間接的にやっていくだけだから、こっからは私に任せろ。できたよ。愛を知り罰
を知る。どうする、やっちゃう、戦場の耳に素敵ですわ。やっちゃう、やっちゃう系男子。星になっちゃう。いや、とりあえずそんなにいけないのか。いやー、それはやめてほしい。マジか。恐れるものは何もない。それやっちゃうか。体が溶けちまう。いや、ちょっと今雪だるまを殺されないと高く積んでいたぞ。ちょっとそうなると予定が変わってくるぞ。スコルピオだ。この拳を見よ。ちょっと予定変わってきたぞ、だいぶ。隙だらけだ。いや、本当はボルックス出してカストールを出す予定だったんだよ。うわー、めんどくせえことしてくれんな。ワンチャン耐えるかな。この首方式。あー、ワンチャン耐える。残念だったな。俺は突き進む。ごめん、俺の勝ち。攻撃してから言うさ、俺は。例えば僕がギガントキマイラを12貯めてたとしたらどうなる。あ、そっか、ギガントキマイラいるんか。ドーン、どじったぜ。そうだ、キマイラいるんだ。レオニダスを攻撃させなければワンチャン助かった。なるほど。で、今攻撃したタイミングに俺の勝ちって言ったのが死んだから、マニアの家。さあ、ラストマッチです。はい。ラブスアンジャントルメン。あ、ロイヤルで行くわ。あ、もう先行した。うん。あ、でも何のロイヤルで行くか言ってないよ。そうだけどね。デュランダルとは限らないよ。援護射撃かもしれないよ。援護パンツかもしれないよ。だろうね。いや、でもロイヤル3パターンしかないから。どうぞお覚悟を。くだらん戦いだ。最後だから一番強いの持ってきた説あるよ。いや、お前さんも一番強いのはルーに入ってるはずだ。おお、よく覚えていたな。そうです、もはやスリーブがついてない、いわゆる最弱デッキです、これ。最弱か。スリーブに入れる価値すらない。いざ、えだ、潜伏だこいつ。そっと分かるような潜伏やりやがった。いや、分かんないよ、まだまだ分かんない。いや、これどうせ潜伏しかないでしょ。ほら、まだ分かんない。任せな。出てきたね。うん、ほら、まだ潜伏か分かんないでしょ。3ターン目4ターン目になれば分かるけど。え、動くなよ。うわあ！退却だ。じゃあそろそろ何の出来だかネタバラシをしてあげよう。人読みでさすらいに帰る。静か。懐かしいでしょ。今見なくなったよね。見なくなったけど。俺に手を出そうってか。あ、大丈夫、手出さないから心配しないで。手出せよ。手出さねえわ。全然手出さないから心配しないで。進化してる。これで決めます。そう。今こう自分探し弱体化したカードってあると思うんだよ。うん、弱体化知らねえな。弱体化知らねえな。静かな旅だ。ね、弱体化してるでしょ。めんどくさ。弱体化してたって関係ないデッキ。ロマンあるよね。楽しいのゆりかご。このデッキロマンで構築されておりますから。どうするの？どうしましょう。リッチで殴るしか選択肢ないよ、君には。引き裂く。あ、殴られた時用に。楽しいの意味。ああ、なるほどね。一ついいよ、その選択。ナイスだよ。我が姉さん、うわっきたー。
いや潜伏と言ったら椿でしょう。なんでみんな潜伏してんだよ。顔出せよ。顔出したよ、ほら。顔出したよ。痛いよ。テレアさんなの、うちのデッキ。照れなくていいから。待って、次のターン俺勝ちじゃね。ワンチャン勝ちじゃね。やべえ、盤面がうるすぎる。もろすぎる。鉄板詰まってんな、向こう。みんな伏せちゃってっからね。死ぬでしょ。俺は死ぬ。わかった。お兄さんもちょっと君に心打たれたよ。おい。勝たない。好きだらけ。やっちゃってください。ゆるりとね。やっちゃってください。静かな旅だ。二体倒さないとあなたは死にます。どうやって？7だよ。7だよ、ちょうど。ああ、なるほどね。そう思ってないですよ。私はこの辺でゆるりとね。冥府の裁き、旅の終わりだ。で、終わると思うじゃん。我が本人は神の光だ。今はいいですか。我が炎は悪しき豪華を受けよ。残念。リカバリー旅ガエル。彼の伝説はまだ始まったばかりである。帰ってこなくていいですよ。いや、旅帰りも旅したいお年頃だからさ。ほら、可愛い子には旅をさせよって言うじゃん。いやー、それはいらないです。可愛い帰りにも旅を。うわー、旅の終わり。帰るか。私寂しいの。お前なんてことを。魂が溢れてるわ。そうか、そんなことをしてしまうのか。また来た。闇に忍ぶ。増えた。ちっちゃいって言わないでよね。いや、これはやばいぞ。シンプルにやばい感じのやつ。これはそれだけ削るか。おっと、それは良くない。終わったー。地に落ちよ。そう、負けたー。本当はね、前にもいたのよ。あそこで次で見て、俺の手札。あー本当クソデッキ、これ忍者のタイランとか暴れたんに。いやいろいろと出てきた、ね、このデッキね、潜伏だけって言ったじゃん、実はね、1枚、ん ?3 枚焼き違うカードが入ってるのよ。ほう、アルベールが入ってる。あー、なんでそこで。いや、わかるでしょ、意味は。どうですか、このデッキ。なかなかクソでしょう。クソ。一応ね、これも修正して、メイドリーダーで 100% アルベールを引けるようにしようかなってちょっと考えてる。おー。そうすると、後半戦で残り HP が5とか6になった時点でアルベールエンハンスで殴るとか、カエルでちょっとずつ削っておいて、あとは殴って終わらせるっていう。カエルとダラダラがさ、うざい。弱体化？知らねえな。さあ、というわけで、次回とりあえず今日のため撮り、シャドーバー最終です。じゃあ次の動画でお会いしましょう。またな。じゃあな。